こんにちは、アポロンのシェフ平です。先日ですね、狩猟者登録をしてきました。日本で狩猟するにはですね、まず銃を所持して、狩猟免許に合格しないといけないんですけれども、それだけでは狩猟はできないんですね。毎年毎年狩猟者登録っていうのをしないといけないんですけれども、これは各県、狩猟する県に全部登録かけないといけないですし、狩猟する免許、罠免許第1種なのか網なのか、またまた第2種なのか、それによって全部申請しないといけないんですよ。で、今年僕は第1種免許、第1種っていうのは散弾銃を使ってする狩猟なんですけれども、第1種だけかけました。去年はですね、第1種と罠免許っていうのをかけて罠猟もしてたんですけれども、罠猟っていうのはですね、すごい気軽で簡単にできるんですけれども、原則毎日見回りなんですね。で、僕の場合仕事柄ちょっと毎日見回りするっていうのは厳しいのと、やっぱり登録料がちょっとかさばるっていうことで、今回は一つだけ、第一種だけ、登録してきました。で、かかったお金がですね、第一種はちょっと見えますか、ここなんですけれども、僕はまあ普通の一般狩猟なので、有害駆除とかそういうのはしてないので、16,500円ですね。これかかりました。もう一つかかったのがこれです。これも大事なんですけれども、狩猟する上では、これも絶対入らないといけないんですよ。これはもうハンター保険って言われるもので、まあ万が一何かあった時に、まあ保険が降りるんですね。多損自損含めて。で、それも A タイプ、B タイプってあって、僕は B タイプ見えますか ?B タイプって入りました。これが、4,650円。これが、自分の銃がですね、散弾銃が壊れた時に修理できるっていう保険も含まれてます。だからまあ、A タイプとそんな大して変わんないので、まあ皆さん多分 B タイプに入ってると思いますね。あとかかったお金は、写真代ですね。写真代これ800円かかったのと、あと、まあこれは本当は払いたくないんですけれども、まあ、猟友会会費ですね。これが結構かかって、なんだかんだトータルで、40,750円かかりました。結構いい金額ですよね。まあ、日本は3ヶ月しか狩猟できないので、3ヶ月だけでこう40,750円って、まあ、結構高いですよね。1ヶ月1万以上ですから、まあ、それでちゃんと獲物が取れて、ればいいんですけれども、1ヶ月1万以上、もちろんプラスこれに玉代がかかるんで、まあ1ヶ月2万台ぐらいしますかね。まあガソリン代とか高速代とかもかかるんで、結構ガサ割りますよね。で、僕の前の動画でですね、ワンシーズンどれくらいお金がかかったかっていう動画もまとめてますので、気になる方は、これの最後の方に貼り付けておくんで、どうぞそちらも見てみてください。はい、そんな感じですね。狩猟登録すると、まあいよいよ狩猟が、猟期が近づいてくるのかなっていう、ちょっとドキドキしますね。早く来ないかなと思います。それでですね、まあ話は変わるんですけれども、まあ10月から消費税が上がるじゃないですか。それで、狩猟は11月からなんですけれども、ちょっと今のうちにですね、狩猟に使う道具とかアイテムを買っとこうかなと思ったんですよ。増税前に。まあその方がお得なんでね。それで、去年僕が、道具で、一番痛感したことがですね、装備ですね。しかもその、長靴。で、1年目、2年目はですね、ホームセンターで売ってる普通の長靴を使ってたんですよ。で、すごい軽くて柔らかくて、すごい履きやすかったんですけれども、やっぱり僕在住してるのは宮城県なんですけれども、まあ、狩猟期間は雪が降るので、で雪降ってる、山の中、雪山に行ったりですね、もう朝4時5時ぐらいに起きて山の中に入るわけですよ。もうそうすると、もう靴の足のつま先がですね、もう凍傷になるんじゃないかっていうぐらい冷たいんですよね。もう感覚なくなってくるんですよ。でそれで1時間2時間歩きますから、もう冷たくて、もう靴下2枚重ねて履いたり、インナーを履いたり、もうそれでもダメな時は、小型の小さな北海道ですか?あれをつま先に貼って歩いてたりしたんですけれども、やっぱ長靴の中がいろいろ物を詰め込んでるんで、ガサバって歩きづらかったんですね。
それが一番その去年狩猟して不便だったというかストレスだったというか、今年はこれをどうにかしたいなと思ったんですね。それでホームセンターとか、まあ、ワーク作業服とかの専門店で長靴いろいろ探したんですけれども、なかなかそういうのがなくて、インターネットとかで、あと先輩の漁師とかで聞いたんですけれども、防寒長靴っていうのがあるらしいので、まあそれをちょっと探してみたんですが、まあ探すとね、結構いろいろあるんですよ。で、その中で僕に目についたのが、まあ国内最強クラスの、暖かさを誇るなんか、防寒長靴っていうのがあるので、ちょっとそれをですね、Amazon で探して買ってみました。で、これなんですけれども、はい、もう書いてます。めちゃかる防寒長靴、暖か仕様。ベージックっていうやつなんですね。で、値段はですね、5000円しないぐらいでしたね。4000いくらだったかなぐらいです。で、箱はでかいんですけど、中身はですね、これ、こちらです。まあ、見た目は普通の長靴ですよね。わかりますかね。こう、普通の長靴です。色も何種類かあったんですけど、まあ僕は黒でいいかなと思いましたね。で、漁師さんたち結構スパイク付きの長靴を好むんですけれども、僕は狩猟しててそんなにスパイクは、まあ、必要性ないかなと思って、まあ普通のやつで、まあ全然いいので、これにしたんですけれども、まあ中身はこんな感じですね。まあインナーが厚いというか、手入れてもやっぱ暖かいですね。で、これ何がいいかって、やっぱりこうインナーが外れるんですよ。で、インナーがこういうんですけれども、で、こちら、長靴は、まあ、インナー外してしまうと、まあ、普通かなっていう、普通の長靴かなって感じですね。まあ、ここが閉まるぐらいですかね。で、このインナーがものすごい丈夫というか、よくできてますよ。本当暖かくて、これいいと思いますね。で、インナー外れるっていうのが、特に良くて、これなぜかというと、やっぱ一回でも狩猟に行くと、もう泥だらけになるんですね。で、その中で、これごと洗うとやっぱ乾きづらいっていうのがあるんですよ。で、やっぱインナーだけ、洗えると、これだけ干して、まあ、ストーブの前とかに置いてれば多分、次の日またすぐ狩猟行けますし、僕が石巻にですね、鹿猟に行った時に、山昼に、足を噛まれて、それが全然気づかないうちに、長靴に入ってたんですよ。で、家帰って、長靴を脱いだらですね、もう長靴の中がもう血だらけだったんですね。で、もうそれ血はもう洗っても取れないですし、それ大変だったんですよ、洗うのに。だからこういうインナー外れると、まあそういう面でもすぐ洗えて便利なのかなと思いますね。はい。まあ長靴は結構、必須アイテムなので、狩猟の中では。安いの買うとすぐ水も漏れますし、割れますし、穴開きますし。で、これさ、つま先にこう安全靴みたいに何かこう入ってるんで硬くて、これもいいですね。だから今年はこれでちょっと山を歩いて、寒くないかどうかちょっと実験してみようかと思います。そんな感じですね。狩猟登録も終わったし、アイテムも揃えてきたので、11月解禁日が待ち遠しいです。今日はそんなところです。以上、アポロンのシェフ平でした。